マリアとヨセフの住民調査を前にした総督クレニオ、コンスタンティノープルのコーラ協会のビサンチンモザイクプブリウススルピキウスクイリニウスは、ローマ帝国元老院議員でユダヤ族州総督。ルカの福音書2章2節で、全世界のクイリニウスの人口調査を行ったとされる総督として知られる。日本語訳聖書では、クレニオ、キリニウスなどとして知られる。 フラビウス・ヨセフスの著作によると、キュリニオス、クイヌリス、キュレーニオス、ラテン語版では、キリニウス、キリヌスなどとして知られる。自チシラーヌーウムの出身で、ローマ軍兵士として戦い、全12年、皇帝、アウグストゥスのもと、ローマ氏のコンスルに選ばれた。間もなくして、ガラテヤの南京の産地部族、ホモナデンセスケとの戦いを指揮して、勝利を収め、 外戦将軍憲章を授かり、前3年アジア州の総督になった。紀元3年から4年まで、ガイウスカイザリアのアルメニア遠征に貢献人として、同行する。紀元6年から9年、皇帝アウグストゥスにより、民族の統治者、財産査定官として、シリアキリキア地方に派遣された。同時に、騎士階級であった皇坊ニオスも総督として、 ユダヤ人を統治するために派遣された。キュリニウスはユダヤ人の財産を査定してアルケオラスの資産を処分した。このことでユダヤ人が衝撃を受けたが大祭司ヨーアザロスの説得により財産登録に応じた。しかしユーダスという人物がパリサイ人のサドウコスを引きずり込んで犯行運動を起こした。シリアでの任務を終えると公職を退き、 ローマに戻り21年に死去した。クイリニウスは、ルカの福音書のイエス・キリスト誕生の物語の最初に、クレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。言及されている。ヨセフォスは住民登録を記しているが、それは使徒行伝の書37節に記されている。クイリニウスによる人口調査は、紀元6年のことである。ユダヤが、 ヘロでアルケラオスの範囲によって、ローマの属州となったことをきっかけに、クイリニウスが実施したことである。しかし、イエスの誕生は、紀元4年より前であると言われるので、ルカ2章2節の全世界の住民登録は、クイリニウスが実施した、紀元6年の人口調査とは異なる。つまり、ルカに記されている、住民登録は、ヨセフコスが記していない、別の登録ということになる。 また、アウグストゥスの業績録によればサンド国勢調査を行ったと言われ、キリストの誕生前後にはローマによる国勢調査は行われていない。テルトリアヌスがシリア総督であったサトルニウス人口調査を行ったと記録している。また、住民登録は14年ごとに行われていたことがわかっている。また、ギリシア語最初のとは以前のとの訳せるので、 総督クレニオが実施した以前の総督サトゥルニヌスによる住民登録であると解釈することができる。また、ラピスティブルティヌスという碑文にシリアの総督に二度目についたローマ人の業績が報告されている。それがクイリニウスであった可能性もある。MW ラムゼは、 全10年クイリニュースがシリアの軍事担当の総督になり、同時にサトルニュースが行政を担当したという仮説を立てた。その時にクイリニュースが軍事担当の総督として住民登録を実施したという仮説である。クレニオは新約聖書に記載のある人物だが、日本語訳聖書の中では様々な表記がなされる。具体例を挙げると、クレニオ、キリノイ、キリニュース、 キリニュースなどがある。ありがとうございます。